2015年の5月の21、22、23だから3日間ぐらいかけて琵琶湖を良くしようという話になったんですけど、最初その話が来た時は、あ、我々じゃあ今度全部やっちゃおうよみたいな勢いでやろうとして考えたら、人集まりませんよとまず言われました。でそれでとにかく行って、とにかく、まあ、やることはやろうね、まあ、やるだけ我々がやることやろうということでやり始めたんですね。でね、琵琶湖の水をきれいにするためにはじゃあどうすればできるかって、もうとんでもないでかいところだってことを気がついたんですけど、まあ共鳴を使えばいいんだ、共鳴共振、それから相似性とかそういう原理を使えば小さなものであっても大きくは作用するはずだと。まあそれは例えばラジオなんかそうですけど、小さなこんなラジオが放送局から出して電波で共鳴して聞こえるわけですから、それ考えたら小さなものであっても関係なく大きなものを動かせるはずだという発想ですね。それで古神道でよく言われているように、琵琶湖っていうのはまあ、アジアユーラシア大陸的なカスピ海と同じ、まあ、世界最大の湖と言われているカスピ海と共鳴しているということは、そこの水をきれいにすると重なることができるということは、まあ、世界中の湖がきれいになるという発想だったので、まあ、無理をしてでもとにかく琵琶湖をとにかくきれいにしようという発想だったんですね。それで、そのためには、いくつか まあ、やり方が考えたんですけど、とにかく我々が知ってる原理的なものに全て投げ込もうということで、その琵琶湖の形をまずでかい地図から持ってきてですね、で切り抜いてもらって、でそこにまあ、チップというか音を共振させるようなチップを貼り付けておいて、そこの中央に琵琶湖の水を持ってきて、今ある現代の水を持ってきて、そうすると水はその大きな湖の部分一部ですから、でそこに持ってスピーカーで当てると、そうすると、まあ、琵琶湖の水に音をかけてるようなイメージですね。それでいて、それだけだとちょっとやっぱり いろんな面でうまくいかないかもしれないので、その、まあ、いわゆる陰陽五行説とかいろいろあるんで、それに対応するような、まあ、図形を周りに配置して、で宇宙あるいは地球が手助けしてくれるような思いで、そこにエネルギーを持ち込むんですね。でそれにさらに、自転車でとにかく音をとにかく琵琶湖に鳴らさなきゃいけないと、実際そうすると、まあ、車で回っていたらやっぱり2時間ちょっとかかるんですよね。逆に車だと琵琶湖に音がかかっている気がしなかったんですね。でそうすると自転車か人間が歩くとはちょっと大変なんで、とにかく自転車で回ってもらう、で自転車でそういうことをやってる、まあ、お願いして、自転車の横にですね、琵琶湖また小型の、地図をつけてもらって、でそこにまたチップを貼っておいて、そこに音をかけながら発信させるということを、だから琵琶湖の形に対して音をかける、それと同時に音は、自転車で回ってますから、まあ、大きなものスピーカーでガンガン出してるわけじゃないですけど、振動として水にかける音をずっとその琵琶湖の湖畔をぐるぐる舞いながらかけてる状態ですね。でそういうことを同時にやったんですね。でそうするとまあいろいろな形での、共鳴が起きるはずだということ でそこに持ってきて我々の祈りを乗せる。で祈りを乗せるときに、やはり人間は想念がなかなか集中できないんですよ。で一番集中しやすい時ってどれかって言ったら日の出の時なんですよ。日の出の時ってみんな太陽出てきました。だから日本人って御来光って1年に1回なんかね、ただ日の出でしょって言いたいけど、これヨーロッパで同じことを言ったら変わった人と思いました。なんで暗い時に山登って御来光を見るため山登るのと、山に行くのは天気がいい時に風景を見るために山登るんだよと。日本人は山登ってわざわざ御来光を見るために登るって、夜ですね、で登って、例えば富士山なんかそうで、富士山の山頂から御来光を見ることに価値ありみたいな、日本人ちょっと狂ってますねって言われたんですね。でそれぐらいあまりそういう意識払わないんですよ。でも日本人で簡単に払うのは、日本人の中に何かこうありがたさとか感謝とかそういうのが日の出の時に出やすいんですよね。でそういう時を見計らってその祈りをかけてみようっていうことだったんですね。そうすると日の出が出てくる時に
琵琶湖に音をガンガンかけながら一斉に皆さん祈るみたいなことをやるわけです。そうすると太陽も手助けしてくれてるんじゃないかっていうイメージで、ここで、まあそういうイベントを、まあ、2015年の、ね、2月、5月22日の夜、昼でしたかね、23日か23日の昼に太陽がちょうど日の、まあ、真っ昼間ぐらいになった時にその、太陽の周りに五輪ができて、その中太陽自体の中に本当にあの琵琶湖の形みたいなものが現れたんですね。これは本当に不思議でした。あの影としてとも言えないし雲でもないっていう感じ の, あ の, あの形が、太陽氷の中に現れたんですね。でこれを考えてやっぱり共鳴が起きたのかなっていうのが、だから何かをするときに意識を持ってきてやるということが本当にこう、まあ、宇宙の原理にうまく乗せればそれが共鳴して宇宙も動くんじゃない。我々ね、ビビたる力しかないし、から本当は例えばあの、ね、何十万人か集めて琵琶湖に手をつないでみんなで祈れば多分琵琶湖も反応するんですよ。それができないんだったらじゃあそれに近いことはどうやればできるんだろうかってこういろいろ考えて共鳴共振をうまく使えばいいんだ。で相似性とかよく三角形は三角形で共鳴する、丸は丸と共鳴するって言うんだったら琵琶湖の形をくり抜いたその造形は琵琶湖と共鳴するはずだよねって言って、それはその形において音をかけてるんですね。そういうことを繰り返したことによって、まあ、原因ができたんではないかと思ってます。だからそういう面で面白い実験だと思います、ね、でそれは逆に言えば宇宙 の, あの一部 の, あの法則を垣間見た気がします。はい、ここで共振とかって話になります。共振とか共鳴ってよく言われるんですけど、何かが振動してます、その振動に近いものって同じようにちょっと離れては振動するんです。これよく音差の原理って言われますね。これが 400Hz とかなってます。でそうすると450とかは全然震えないですね。で400もちろん振動します。402ぐらいだとまた震えるんですけど、ここでうなりが出るんですよ、少し差が出るんですけど、でもそういう現象、これがまあ、よく似た者同士だとか、ね、そういう言い方をされますけど、似たような人とどうも気が合うよねって言いますけど、これは共振共鳴をしてるんです。で我々の中で共振ネットワークっていうのをずっと概念があって、でこれを準備してるんですけど、基本的にそれは何かというと一人一人の人がある振動を、あこれはいいことだなと思うと、それを受けてそこで発信してもらう。そうするとその周りの人が一箇所で発信してるのではなくて、その人も発信してくる。でもう一箇所の人が三箇所で発信すると、今までは一箇所だとこの線上しかあまり影響起きないんですけど、三箇所になると面で起きるんですね。でそういうことでネットワークをどんどんつなげていけば、世界中の人の想念とか思いとかいろんなことが変わるんじゃないかという、共振ネットワークを作ろうっていうのは昔からあって、そのためのいろいろ音の開発とかいろいろしてたんですね。で今回ね、今回のそのウォーターフェスティバルという形で、これは水を使って、まあ、その湖をきれいにするという発想と、それから水に対しての感謝という形になるんですけど、これ人間が地球にいるためにはどうしても地球と共鳴しなきゃいけないという、これはまあはっきり言う原理ですよね。地球に皆さんいますよね、今火星にいませんよね、月にいませんよね。そうなると我々は最初に地球と共鳴しなきゃいけないんですよ。で共振ネットワークの基本になるのは、地球が持ってる振動とまず合わせるっていうことですね。で、そうするとよく、なんか調子悪いんだ、調子悪いんだ、地球と共鳴してない人が二人で事故に遭うんですよ。合ってないんです。で、地震とか来るとまたずらされます。でも、すごく、ね、元気な人はそれにまた戻して、正常な状態に戻せるんですけど、まあ、やっぱりそれが少し原因になって、またちょっと病気になってるっていう人も出てくるんです。これはずれが起きてるんですね。でそれの、一番の原因って喉なんですね。で喉って地球と共鳴してる、我々を見てるんですね。でよく赤ん坊が生まれました、でギャーって鳴くんですけど、あれはラの音で鳴くんですね。喉のところってドレミファソラシドの悪いけどラの音なんです。でラの音って地球の音なんですね。でこの音を出してる時は地球と共鳴するんです。よくねショッピングモールとか行くと赤ん坊が鳴いたらみんな一斉に向きますよね。赤ん坊このぐらいの大きさですよ。大人がギャーとか言ってもほとんど多分誰も意識払わない。
なんか変わった人がいるなって終わりですよ。でところが官房が大声でないっていうのはもうその辺にエコーするんですね。あれのあの力は何なの。で私もなんであれはあそこまで出るんだっていろいろとこう、マナス博士なんかと議論してる時に、あれは何の音だから地球と共鳴してんだよって言ったんですね。でそうすると、あ、確かにそうだよね。それじゃないとあんなパワー出ないですよ、普通の小さなものも。地球上で皆さんがまず最初地球と共鳴する。そしてそこに必要な何かこれから、まあ、人間が進化するとか、人間がこの環境を乗り越えていくとか、そういう皆さんが同意するような思いを乗せたものを発信していくと、その周りが強化されます。